講座全部で、ラジオサイサイサイ。はい、さあということで水曜11時 FM 小座から生放送でお届けをしております小座全部でラジオ祭、メインパーソナリティの、第一関節より第二関節が大好きな空馬よしきでございます。よろしくお願いいたします。さあということでこの番組いつも通りではございますが、島全部で大きな祭に向けて、島全部で大きな祭が、言ったら沖縄国際映画祭のことなんですけどもね、はい、沖縄国際映画祭に向けて、コザの方々に、沖縄市の方々に、島全部で大きな祭を身近に感じてもらうための番組ということでございますけども、7月からかな、末ぐらいからやってるんですけど、なんて言えばいいのかな、そんなに島全部で大きな祭を身近に感じさせるトークをやった覚えが一回もないんですよ。怒られない？これ。2ヶ月ぐらいやってるけど、吉本から何か言われたことある？大丈夫よね、大丈夫よね、あの人たちどうせ聞いてないでしょ。聞いてないよ、聞いてないよ。だったらもう何やってもいいんじゃないかなと思っております。怒られたら、あ、聞いてたんだねって言って、すいませんって言いますんで、それまではちょっとね、みんながこう楽しめるような、何でも言い合えるようなね、お昼からもこんな話していいの？というお話をいろいろやっていけたらいいなと、私自身は、空馬よしき的には思っておりますので、まあ何度かちょっとご紹介させていただいたんですけど、私も沖縄市出身、最初はね、小学校5年ぐらいまでは沖縄市の揚田小学校という小学校で、過ごさせていただきましてね、やっぱりさ、いろんなところで話されてると思いますけど、やっぱ川怖いね、本当に。あのさ、こういう時って皆さんどうしてます？あのね、僕、あ、うち大丈夫かなと思って、災害、もう地震が来た時は地震大丈夫かなとか、地震が来た時には他のところでね、あれ用意しました、何だったっけな、バッグみたいの用意して、で中に本当に携帯ラジオと、それから乾電池か、それとライト、それとね、ちょっと厚着ができる上からかけるなんか洋服みたいなのをやったりでね、なんか知らんけどうちの嫁があれ入れるんですよ、小銭で100円玉が300枚ぐらいかな。3万円ぐらい。なんでかは知らない、デージ重い、それだけでカバン他に入れることあるんじゃないばって思うんだけど、自動販売機は使えるでしょみたいな、なんかわけわからん持論があるらしくて、まあ好きにしてくださいって言いながらそこに入れて、でなんかチョコレート的なものだったりとか入れたりするわけさ。でまあそういうのでちょっとだけでも何かあった時に、でなんかもうボロボロになってどこにも行けないってなった時、待ち合わせ場所も決めてあるんですよ、近くの公園やったりとか、高台ですよ、しかももちろん津波が来たら怖いから、そういうのをやりました。で、今回ね、また津波ではないけども、その鬼怒川が、氾濫しまして、鬼怒川って言ったら僕栃木県で半年間住んだことがありまして、でその時にね、その栃木の鬼怒川本当に綺麗でさ、温泉とかも最高だったわけ。あそこのね、清流が、清い流れの川があんだけ泥ぶった足ながら、地域の皆さんにね、襲いかかるという言い方はおかしいですけども、何があるかわからない、本当怖いなと思ってたんですけど、でそれをやって、じゃあ次僕何したかって言ったら、あれです、自分が住んでるところのハザードマップ、津波が60メーターとか40メーターとか、津波じゃなくてもその川がね氾濫したりするかしないかみたいなのも調べきれるアプリがあるんですよ。それで津波が30メーター、40メーター、50メーター、60メーターがって選べきれて、60メーターが来たら今沖縄県こんななりますよみたいなのが出たりしてて、であとはさっき言ったみたいに、その各市町村にハザードマップってあると思うので、避難場所どこになってんのかとか、そういうのを調べたり、どこまで水ぶったなるから、道はここ、ここは通れる、ここは通れないみたいなルートの確認を一応はしました。であと大切なのがあれ、保険、自分が住んでるお家のね、保険やったりとか、そういうのも地震保険入ってるかなとか、で水害は水害保険みたいなのちゃんと入らないとダメなので、
はい、降りないわけさ。だからもう大変になりますから、ただちょっとね割高になるけども、川の近くに住んでたりとか、沖縄してたら松本が俺いつも心配だわけ、雨をいっぱい降ったらあっちしょっちゅう冠水するっていう話があるからね。なのでそこら辺に住まわれてる皆さん、保険ちょっと高くなるかもしれんけど、それしょうがないです。もうお住まいになられてるので、水害保険というのをまた火災保険と別になってますから、もうぜひ入ってください。お願いしますね。はい、そんな感じでさせていただいております。あ、イーサーさん、あ、自分栃木から見てます。嘘でしょ、栃木から藤原町、あっち日光江戸村にいたわけ。来て、日光江戸村、日光江戸村の、ニャンマゲっていうキャラクターがいるんですけども、そのニャンマゲは、東京エンブレムで問題になっている佐野さんがデザインしております。はい。見に来てください。お願いします。鬼怒川プラザホテルの女子風呂が東海、川に面してるから、ああ、そうなんだ。大変なのに持っていかれるんだね。イーサーさん気をつけてね。自分は県なんです。ああ、一応南ではあるから、大丈夫だと。まあまあね、県北ですからね。はい、よかったです、イーサーさん。ありがとうございます。よ、ね、なんかだけど手伝えることあったらやってあげてね。あんた同じ県だからさ。はい、よろしくお願いいたします。久保さん、こんにちは。自販機は災害の時には無料になりますねって書いてある。本当？初めて知った。そうなんですね。ありがとうございます。あららかまサイガーさん、久保さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。クーバーさん、全島 USR 祭りの時に FM 小座のブースの横で会話していただきありがとう。ああ、そうだったんだ。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。またね、今日も1日1時間お付き合いいただければと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今日ね、お化け屋敷の話もちょっとしようかなと思ってたんですが、後半出てくる芸人さんがお化け屋敷の話はいっぱいしてくれると思うので、今日はやめときましょうね。あと、ね、なんかさ、吉本があれやってるわけ、ガレッジセールさんが今お話ししている、なんていうのかな、沖縄新喜劇のテーマソングがあるんですけど、その沖縄新喜劇のテーマソングが iTunes と沖縄チュラサウンズで配信開始をいたしますので、細かい内容はまた、ちゃんと分かり次第お届けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さ、ということで、ここでじゃあどうしようかな、一曲いきますか、それとももう CM ですぐ大丈夫。はい、それではね、皆さん、こんな感じでこそ全部でラジオ祭、今日もいい天気の中、まあまあ後半崩れそうかもしれないけど、天気になってもすぐ雨が降ったりとか、なかなかの手強い天気だと思いますんでね、まあそんな中、こそ全部でラジオ祭、これよりスタートさせていただきたいと思います。それでは一旦 CM いきましょう。 CM ありがとうございます。それではこの後はい、お願いします。大丈夫、緊張してる？頑張ります、大丈夫緊張しなくていいです僕に話をしてるような感じで全然いいので、はい、はい、全然いいで、今ちょっと話してるところも、もうネットをご覧の皆さんには声届いてるかもしれない、うん、はい、お気に召さらずに普通に、はい、お話をしていただければと思います。はい、マイクは近づいてくださいね。動かしても大丈夫。半ぐらいまで大丈夫ですか、松田さん。半ぐらいまで大丈夫なんですか。ああ、もう、はい。今、本来だったら、お休みな時間帯ですか。本当、夜だもん、バーは。本来はお休みの時間ですよね、本当は。はい、あ、いや、だけど今日は早く起きして来てくれたってことですね。はい、ありがとうございます。また終わったら少しは眠れるの。そうですね。大丈夫？ごめんなさいね。大丈夫。なるべく早めに。ああ、ごめんなさい。そんな、そんな、そんな。ありがとうございます。近所さんの時のイメージが強いってツイキャス。ああ、そうなんですね。そろそろ始まります。はい。ボタンチョに
聞いてみよう。はい、ということでやってまいりました小山中に聞いてみようのコーナーでございますけども、このコーナーはですね、小山で頑張っている皆さんをゲストにお呼びしてお話を伺っていくというコーナーでございますよと。さあ本日のゲストをご紹介させていただきましょう。先週登場していただいた、森さんからの、ご紹介でございます、バーブロー店長の中里圭吾さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあということで中里さん、はい、森さんからのご紹介なんですけど、そうですね、なかなかに、こうそう早起きするんだけど頑張ってねっていうことで一声いただいてます。ごめんね。いや本当に申し訳ございません。中里さんおいくつなんですか。若い感じするんですか。28です。あ、やっぱりね、はい、若いね。形だけどういうこと。そんなことあのさ、まずは中里さんのちょっと人となりを、はい、ちょっとまずは紐解かしていただきたいなと思うんですけど、はい、中里さんってあ、お願いします。写真どこですか。もそもそもどこでもいいですよ。なんで元は、沖縄市の隣うるま市、具志川のアゲナの出身です。アゲナか、はい、なるほど。なんかアゲナちょっとおしゃれなんだよな。いや街でしょ一応アゲナって。あ、でもそうですね、ね、うん、そんなイメージありますよね、うん、その都会シティボーイ、シティボーイ そこでもその高校とかまでは行ったんですか。はい、もう全然成人するまでは、うん、うるま市でいらっしゃって、うん、なるほど。なんか高校卒業したとは専門学校とか行ったの。いや、それともすぐ就職した。すぐですね、就職してでずっと飲食店で、でてんやわんやの気づいたらバーテンダーになってたっていう流れで。これねちょっとだけ聞いていい。はいはい、流れを。あ、もともとファーストフード店、うん、からのレストランに行きの、ほうほうほう、でレストランにバー部門がありので、そこで勉強してたらバーテンダーなりのみたいな。どんな勉強してるの。どんな勉強したらバーテンダーなるの。いやでもやっぱお客さんと喋っていく分にの、うん、ホスピタリティというかこのサービスでおもてなしで、うん、ここ向いてんじゃない、あれ向いてんじゃないみたいな。なるほど。あ、そうなの。で気づいたらですね。きっかけはじゃあその普通にバイトやってる時とか仕事やってる時の、はい、お客さんとの接してる時に、接してる時にお客様の声で、あの子向いてるんじゃないって言っていただいた方が多かったらしくて。何に向いてるの。バーテンダーに。はい、レストランの中にこのバーカウンターみたいなのが実際あって。なるほどなるほど、はい、でレストランが暇だとこのカウンターに入ってお手伝いとかしてたりするんですけど、まあ、そこで支持率が高かったということで。なるほどなるほど、はい、それでじゃあっていうことで、じゃあご自身に白羽の矢が立って自分そんなに悪い気持ちもなく、はい、あ、そうですね、やってみようかなって、まあ、チャレンジ精神で、はい、これさ、だからバーテンダーっていちいちなんか比率とか、うん、お酒の名前覚えたり、はい、その作り方みたいなのを頭の中に叩き込まないといけないでしょ。そうですね。それどうやって勉強するの。それもレシピがあるんですか。レシピを一つに覚えるんですけど、レシピだけ言ったら本当に数千種類ってあるので。めちゃめちゃあるらしいね、はい、僕も自分のオリジナルのものを持ってるんですよ。お、そうなんですか。はい、何だったかな。妙法寺っていう名前をつけて、はい、うちの嫁の名前が弥生っていうんですけど、お、弥生っていう字に僕の吉木っていうんですけども、はい、吉木の字を当てて、はい、四字熟語で妙法寺っていうお酒を、すごいですね。結婚式の時に作ってもらいました。はい、そうなんですよ。だからオリジナルだからやろうと思ったら本当にね、うん、もう何千とかいうよりももう何万とか下手したらそうですね、なるようになると思うんですけど、うん、それをある程度ベースのものをバッバッバッって覚えて、はい、で割合を変えて名前が変わっていくみたいな感じなんですか、うん、はい、この大体本当に法則的なもので、うん、ベースを20種類ぐらい把握してれば。なるほど、そこから派生していけばどんどんいけるってことなんですね、はい、なるほど、広げていって。お客様がお客様にも合わせたりするんですか。もう少し強い方がいいですかみたいなのだったりとか。そうですね、自分がこの沖縄市でやってる分にはメニュー固定したのにこだわらず、このお客様に合わせてやってくれる、はい、僕ねなんかだから夜のそういう作れる方がゲスト来た時に大体聞いてるんですけど、チャーリーチャップリン行けますか。
行けません。あ、行ける、はい、めっちゃいい。もうね、飲みたくいいけど、なかなかあれ難しいもんなんですか。そんなことない。難しいって思います。あんまり出ないですよね。あんまり置いてないですね。出ないですよね、うん、他のところでも、うん、かなかなかないから、うん、なんじゃそりゃと思いながら、うん、めっちゃ美味しいやんって勝手に僕は思ってるんですけど。美味しいですよ、ね、自分も好きです。あ、よかった。やっぱ芸人なんで、うん、やっぱチャーリーチャップリンはどうかなみたいなところが勝手にあるのか知らないんですけどね。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。じゃあ早速そのお店の情報をちょっと聞かせていただきたいなと、はい、お店がですね、沖縄市の小屋、1丁目通りの、一番奥のビルなんですけど。1丁目の通りってどこですか。ですね、全然わからないわけ。小屋ケーキから五百駅、五百駅ありますね。五百駅から、はい、左に曲がっての通り、あの一通りのところなんですけど。なるほど。なんていうの、昔だからあれがあったところだよね。法然満作通りって言われたところですね。なるほどね。はい、はははは。あっちのところの通りの一番奥のビル。はい。一番奥のビルの2階にあるんですけど。なるほど。はい、これどのいきさつで結局ここになったんですか。最初レストランだったのが。あの今雇ってもらってるオーナーさんがお店を新規オープンで。あの自分たち5月からオープンしてるんですけど、あ、そうなの。はい、バーブローって5月から。5月から、2015年5月から始まってる。ああ、そうなんだ。で、あの5月の仏滅の日にオープンして。なんでかなんでよ。オープン作業も押してて押しててで、実際オープンしましたってやったら、お客さんが若干変なリアクションで入ってくるんで、うんうん、あ、なんでだろうと思ってたら、なんでだろう、今日仏滅って知ってるんだよあのね、スタートがマイナスから始まるんだったら、はい、あとプラスになっていくだけだから。あ、そうです、それね、オーナーさんうまいと思います僕、うん、規制概念にとらわれないよと、はい、素敵ですよそれ、うん、でもそこから始まったということ。初めて、やっぱお酒を作れるこの人材というよりかも、飲食店にまず人が少ないので、働いてくれる人がいないので。え、そんな、え、そうなの。あの独立開業であったり創業だったり多いんですけど、うん、自分みたいにあの雇われて技術向上してっていう感じの人が少ない分は、あのやっぱオーナーさんからは快く引き受けていただいて。なるほど。あ、そうか、そういう意味ではじゃあニーズがあるわけね、たくさん、中里さんみたいな。つまりオーナーになって自分がやるシェイカーを振るっていう人はいっぱいいるかもしれんけど、うん、いや、オーナーさんは別で、はい、あの店長として雇われでさせていただくっていう人間が少ないと。自分の、まあ、個人的な、うん、なんか考えでは、うん、そうか。いや、だけどさ、いずれはなんかずっと自分でお店持つでしょ。ああ、自分の中ではあのやっぱり飲食店というよりか、はい、この地域の外食が好きなんで、うん、こういろんなお店が増えてほしいなっていう部分には自分は育成の方に、下の変な人は、あありがとうございます。そう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 。正しいんです。そういう意味ですよ。ありがとうございます。マジですか。すごいな、それ素敵ですね。だから自分で開業してっていう流れっていうのはあんまり考えてなくて。あ、そうなんですか。まあ、下の子たちが開業したいって子がいれば、この技術というか知識というか、うん、まあ、そういうのを提供できたらなと思ってます。あ、そうなんですね。へえ。じゃあそれなんかあれですね。なんかあのやっぱ中里さんみたいな。逆に人材がもっといてくれれば。でも育成者っていう人がね、うん、もうなかなか教えてもらうことないですか、社会に出たら。そうですよ ねすごい、うん、で中里さん今ね、はい、かりんさんから、はい、中里さんお若いですねっていうのも来てますよありがとうございます。はい、中里さん姿勢がいいね、この前はリカバーでご一緒できて嬉しかったですと、その子さんからもらってますけれども何ね、どういうこと。中里さんはその子さんともお付き合いがあるの。ちちくり合いがあるの。ちちくり合いはないですけど。ちちくり合いはない。あの小屋の、リカバーさんのお店があって、そこで、あの自分が泥酔してガンガン、ほらちちくってるやないか、その子一人で騒いでた。一人で騒いでた、ね、その時にそれをあのちょっと斜め後ろぐらいで見ていただいたらしくて、うん、見守っていただいたわけ、はい、めっちゃ怖いそれ。逆にそういうプレイだったんじゃないの。いや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 、なんやねん、そうなんか自分が気づいてなかっただけですからすごいね。なるほど。イーサーさんからきちっとしてて清潔感があって素敵ですねって。あ、すごい。ケミカルさんは、うん、あって一文字だけ入れてあります。あいや知り合いになるのかもしれないですよ、ケミカルさん。あひょっとしたらね。そうそう、ケミカルさん分かる、分からないよね、分からないよね。
ケミカルさんともチチクルやってるかもしれないです。あなた。どこかで。それで、あ、見たことあるみたいな感じになってるかもしれない、ね。あの時のみたいな。ね、乗ってきたな、乗ってきたな。お酒持ってくる？あ、大丈夫？だとしたら本調子になる。いや、なるほど、なるほど、本調子って三振みたいに言うなよ。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、まあまあまあ、いろいろ話聞いてますけど、あとさ、あ、メール来てますか？メール、ありがとうございます。メール、はい。これは、あ、はい、クーバーさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は中里さんゲストなんですね。楽しみに聞いてますよ。中里さん頑張ってって。おー、ありがとうございます。中里さん人気すごいね。もう嬉しい話で。ねえ、何みんなに言ってきたの？いや、もう全然。言ってきなさいよ。言ってきなさいよ。はい、出るから聞いてねって。はじかさんなの？3人ぐらいには電話します。あ、素晴らしい。3人には電話します。全然、うん、3人っていう数字がいいですよね、はいはい、あと1人増えたら4でちょっと不吉な数字になりますから、はい、3ぐらいで収めているところ素晴らしいですね。3で止めといてよかった。はい、本当は4での方がいいです。そうそう、失敗したんですね。そう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 。全然。あ、水玉カッピングサロン、未来さん、ミキさん、はい、未来だったかな、ね、未来だったね。あ、前原さんからだ。ありがとうございます。あ、前原さんも知ってるの？はい。なんで前原さん、前原さんともちちくってやってんの？なんなのこのちょっとさ、はい、あなただからツイキャスとかで見てると、なん、あ、角度がそうなのか、宮本亞門みたいに見えるんだけど。言われたことあるでしょ？ちょこちょこあります。あるでしょ？ちょこちょこですけど。亞門宮本みたいになってるわけよあなた。だからもうなんていうのかな、もうかっこいいからさ、みんないろいろ仲がすごいいいのかなって思うような。あの今いろいろ昼でも動いてて。昼顔、昼顔だおい。昼顔は危ない目で動いてるじゃないですよ。危ない目も危ない目。ごめんなさいね、もう清涼感溢れてるとかって、僕はジェラシーであなたをどんどん下に持っていこうどうにかっていう、今ゲストに来てもうてるので失礼なことばっかりやってるけど、え、昼どうやって動いてるっていうの？あの沖縄市でやっぱ働かせてもらってる分には、はいはいはい、自分自身沖縄市盛り上げていきたいなっていうのが、あとあなんかさ、沖縄市の人はこんなの多くない、うん、俺今は出身、読谷村になってるんですけど僕、うん、まあまあまあ一応育成したいっていうあの志を持った人確かにちょこちょこいますけどね、うん、けどなんかやっぱこちらに来るゲストの皆さんやっぱ意識が高いというか、うん、そうですね。へえ、それで育成したいって言ってるから昼どういう感じ、うん、そこで5月からやっぱりあの期間、沖縄新規期間が少ないもんで、はい、あの先輩方にあの沖縄市の歴史であったり、うん、まあ、流れこの地域の活動だったりを習う分に、うん、あのいろんな人にあの勉強させてもらってて今、はい、ああなるほどね、すごいですね。これどういう風にやってたらいいのか、なんかもうじゃあ お任せしますもん、じゃあ沖縄市は長里さんにまだまだ勉強の最中だとは思いますけども。そっか、森さん、先週の森さん のとこ、はい、交流センターに、はい、今場所を借りて、自分が持ってる資格の教室とかもあの協力してもらったりして。何の資格？ですね、あのオーガニック調理の、まあ、民間資格なんですけど。オーガニック調理っていうのは何ですか？ですね、あのオーガニックっていうのをよく聞くんですけど、自然食、自然のそうですね、有機栽培、はい、まあ、食材イメージ的には、はい、それを、え、もう一回何ていう免許でしたっけ、資格、民間資格で、あのよくちょこちょこ言うんですけど、ナチュナルフードコーディネーターっていう、めっちゃかっこいいな、なんか新聞の一番下の欄に月額いくらファーストフードで働いてた人が今はそれをやってるんですか？そうですね。そうです、かなり矛盾してますけど。いやいやいや、逆にそれだからこそなんていうの、含蓄がある、含みがあるので、おうおう、絶対いいと思います、そっちの方が。なるほど、じゃ あのその自然ナチュラルフードの食べ物、はい、食材を生かした料理の教室をするんですか？そうですね、料理のレシピであったり食材の栄養素の説明だったり、うん、まあ、あの物を買う時のこの表記の見方とかだったり。なんなの素敵ね。え、中田さん結婚してるの？結婚してます。あ、やってる、はい、じゃあ奥さんとかの仕事を奪ってしまわない？あ、だってね、食材、おい、ちょっとこれ買い方まずいよみたいなだったりとか、いちいち口出してるんじゃないの？これですね、奥さん聞いてないと信じて、ええ、結婚した当初からですね、奥さんが料理が下手なもので基本的に俺が作ってるんです。したらもう本当に主婦目線じゃないですけど、
ね、あの料理をいつも作っていただいてる皆様にすごい力ですよね。じゃあ頑張りたいと思ってます、ね、あそうなんです。いやいやいいですよ、そのおかげでですよ、ね、奥様が料理をあまりね、その、まあまあ中里さんにさせてあげてる、させてあげてる、させてあげてるでいきましょう、ね、そういうことでしょ、はい、それでご自身も資格も取って、ね、それでこういったあのスキルも皆さんにやってもらってるわけでしょ、はい、奥さんがこれ料理上手だったらどうなってたと思いますか。感謝しなさいよ。はい、ありがとうございます奥さんもし聞いていたらねそして中里さんの奥さんのお友達聞いていたらぜひ旦那様がそう言ってたよと、言っといていただければと思いますけども。冷や汗しか書いてない、ね、大丈夫だよ、もう全然全然ですよ、素敵ですよ。ありがとうございます。はい、いろんな形ありますからね。はい、の追加する今日いっぱい来るな。僕の時引き取りの時全然来ない森さんの時全然来ない。いやいやいや怒られるはずよ。これ怖いね、怖いね、怖いね、怖いね。カリンさんからチャップリン気になるって。どんな飲み物ですかチャップリン。あれなんでチェリーのあれが強いんですか。チャップリンなんか赤い飲み物なんですよ僕のイメージでは、まあ、もうショートカクテルで出すとこもあれば、ね、うん、ちょっとこのバーテンダーさんで変わるんですか。多少レシピが違うんで。あ、そうなんですか。なんか僕ねチェリー系の匂いがなんかしてる感じなので、チェリーのカクテルっていうイメージしかないんですけど、めっちゃ濃厚で作ってくれたところがあって、それでちょっとハマった時があったんですけどね。まあまあね、もし興味があったらありますかって聞いてみてくださいカリンさんね。でカリンさんチチクリいいねって何がよどういうことですか。イーサーさん、クーバさんちょいちょい昼間なのにナイトトークってね。そうなんですよ、すいません僕も何でもやってしまいますね。イーサーさん、クーバさんは弥生さんとチチクリ会えばよろしいって。ありがとうございますそうですね、リスさん、外国人の観光客の方のバスがやっとこさ来ました。スタジオに戻ります。これ間違えてない送るところ。どういうことね、何のこと、これ分かる意味。あ、こっち来てるってことリスさん、外国人の観光客の方のバスがやっとく。ああ、なるほど、分かりました、スタジオに戻りますということで、ありがとうございます。さっき外国人の方が来られて、チャタンに行きたいと、アラハビーチに行きたいって言ってた方ですわ。なるほど、そういうことね。ありがとうございます。ああ、リスさんお疲れ様でした。戻ってきてください。お願いします。はい、ということで、まあ、で、ごめんなさい、もうちょっとだけ、その、はい、バーブローのお話聞かせていただきたいんですけど、どんなお店とですね、BGM も場所大体分かりました。あのジャジーな感じの曲で集中して。ちょっと待って、ジャズ流してんの。はい、ガレッジセールの川田さんが、はい、最近ジャズにハマってて。あ、そうなんですね。でね、ブラックバードっていうお店に行ったんですよ。わかります、ブラックバード。はいはいはい、あの中野町通りですかね、なんか。そうですかね、うん、あっちの裏ですよ、うん、ミュージックタウンの裏ね。うん、うん、でそこに行ってジャズ聴かせてもらってたんですけど、いやカクテルも飲みたいけど、そこは一応カクテルも一応出してたんだけど、そんなに豊富じゃなかったんで。おお、だから今度ブローいいですね。自分たちが、まあ、ジャズ控えめのカクテル多めと思っていただければ。なるほど、ジャズ控えめカクテル多め面白い表現しますねこれね。なるほど、いやいいですよいいですよ。はい、でそのジャジーな感じの音楽が流れててで基本的に、店内から黒でまとめて。ブラックから。はい、なるほど。で落ち着く決まった固定メニューを今出してなくて。そのさっきおっしゃってたカクテルの種類ですか。はい、あのお客様の基本リクエストと、あのお客様の、まあ、逆に自分からおすすめしてお出ししてっていう。あ、なるほど、はい、あ、そんなのもできるの。まあ、でも自分の意向なんですけど、まだオープンして半年も経たないので、まあ、いろんなお客様にあのいろんなお酒を提供して。なるほど、まず沖縄市と仲良くなろうっていうことから。素敵、いいね、すごいね、面白いね、その、 あのホスピタリティというかおもてなしの仕方いいですね。失敗することが多いですよ。でもいや、そんなことないでしょう。だけどその心意気がありがたいじゃないですか。あ、そう言っていただけると。ぜひ お近くに寄りたいんですよっていうところの、ね、姿勢が、うん、なんか素敵だなと思いました。ありがとうございます。なるほど、じゃあ内装もで、大きさどれくらい。大きさですね、何名ぐらい入る。全部で20。あ、結構大きい、はい、いいぐらいだね、はい、なるほど。で店内ではじゃあ一応基本的に音楽聴いてお酒を飲むという場所。音楽聴いてお酒を飲んで、なんかできたりするのは、トークとお酒メインで。なるほど、トークとお酒メインで、はい、なるほどね。まあまあいいでしょう、落ち着いて聴けるから。また外人の方が FM 小山のところに来られてますけども、うん、大丈夫かな、なんか道聞くんじゃない。大丈夫ね、大丈夫ね。 はい、まあ、スイングジャズ好きですってカリンさんが来てますね。
ありがとうございます。はい。まあまあ、じゃあ分かりました。本当にね、中里さん、お店の場所、本音満作通りの、はい、奥にあるビルの2階、2階ですにあります、バーブローですね。まだ出来たてほやほやですから、逆に言うと、皆さんと一緒に作っていくお店になるんじゃないですか。そうですね。みんなと一緒に成長できたら。沖縄市ね。はい、ね、これからまたその入れ付けは皆さんが、お客様がやっていっていただけるような、うん、そんな形になるんじゃないかなと。はい、ね、じゃあ最後にちょっと中津さんのなんかこれからの抱負みたいなのがあったら聞かせていただきたいなと思うんですけど。これからですね、ちょっと大きく、うん、はい、ありますか。沖縄市で働かせてもらっている以上は、まあ、沖縄市でナンバーワンをつかめるように。おう、すごい。ナンバーワンって言ったらもうお客さんがいっぱい来るお店ってことですか。もうカクテルといったらバーブローだよって言われるようなお店にという心意気で。なるほど。そして来たお客様に対してはもう心の底からちょっとおもてなしをやっていこう、はい、一人一人にと思ってる。自分が持てる力を最大限で。うわー、いいですね。バーブロー、ぜひ皆さん帯足へ運んでいただきたいと思います。インターネットでも引っ張ったら出てくる。それはない。今まだ制作。やりなさいよ、やりなさいよ。急ぎます。もう今もうその時代でしょ。半年経ってますから。はい。オーナーともお話ししてぜひやってみてください。はい。お願いいたします。はい、ということで、じゃあなんか曲もいただいてるんですけど、いいですか？いける？いけない？曲あるね。なんか好きな曲。なければないでいいですよ。そのまま CM 行きますんで。好きな曲、あるかもしれない。探しはしますけど。石川さゆりさんが好きなんで。ウイスキー、ジャズじゃないわ。ウイスキーお好きでしょって、なんかあったじゃないですか CM で。あの曲大好きなんです。石川さん、なんていう曲のタイトルは分からない。ウイスキーがお好きでしょっていう曲のタイトルあるかな。あるんだ。あるって。じゃあそれを聞いてお別れしていいですか。はい、はい、じゃあぜひですね、バーブロー皆さん遊びに来てください。中里圭吾さんでございました。中里圭吾さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ圭吾さん、最後に音振って、石川さゆりでウイスキーがお好きでしょっつって振ってください。はい、はい、石川さゆりでウイスキーがお好きでしょ。どうぞ。素晴らしかったですよ。上手、さすがにお客さん相手にしてるから。もう緊張して。すいません。失礼なことばっかり言うて。緊張してございます。10月からね、ということで本当にお祭り。本当、ね、あ、本当、ね、もう15、15。行きます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、お願いします。リサさん。リサさん。ああ、そうなんですよ。お疲れ様です。すいません。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは。はい。ちょっと流れてたってこと？流れてます。ああ、聞こえてた。はい。そんな感じで、全く同じような感じでいきますね。はい、わかりました。カリンさん。ジャズチャオン会って呼びちゃった。シネさん、もうちょいこっちやってもらっていいですか。うん、カメラでね。こんなのもされてるんだ。あ、でも僕が持ってるやつと一緒ですよ、うん。持ってるというか、その情報として。情報として。じゃあ、なくても。あ、もう本当にこれを説明僕がしますので。どんな音楽でしょう。聞いたことない。本当、うん、今も流れてる。あ、昔流れてた。今も流れてるじゃないかな。うわ、来たことないですか。あ、フェイトフェイト。あの、全然あります。あの、はい、CM 流れてますね。え、誰が出てる。それ石川さゆりさんが出てる CM、うん、じゃなくて、あの人、お酒の CM だから。間接キスしてみっていう、あれじゃない。あれじゃない。菅野美穂とか。菅野美穂。ですか。あの人は。うわ、もう全然俳優の名前が出てきて。ピエール滝さんが出てくる。あ、角から。から。ハイボールから。あ、ハイボール。ハイから。ハイから。ハイから。うん。あのほら、
あの女優さん誰や、あの綺麗なバーテンダーの女優さんやってる、はい、小雪さんじゃなくて、誰あれですよね、何さん、あの人、あの人好きなんだけど、あの女優さん、わかります、その多分わかります、わかる、じゃあ男の人はね、たけしさんの英語ができる役者役出てた人英語ができるあのビヨンド、ビヨンドで、アウトレージビヨンドとかで出てた、今 CM で、はい、この、これ全部入ってるんですか、うん、これカフ上げてないのに聞こえてるんですか、ネット用の太くマイクがまた、なるほど、あれ下の、そうなんだ、これが拾ってくれてるわけね、なるほど、あの人なんだかな、はるか、はるかじゃない、はるかじゃない、違うのか、僕が想像してる人と別かもしれないです、マジで、はるか、あの身長の高い、まあまあまあ、ええわ、身長は何だったかな、あなたも風邪ひいてんの、うん、風邪ひいてんだよな、カリンさんからスイングジャズ好き、中里さん何でもできるね、すごいなーって羨ましいよね、これ途中で止まったりするの、なんでね、30分で切れるっていう仕組みなんですか、なるほど、うん、それを1時間とかはできないんだ、そうそう、1時間にするにはちょっとね、弾いてる人たちの協力が多くないと、あ、そうなんだ、コインを投入してもらって、3つコインが集まったら1時間に延長、はぁ、大変だそれ、なので、なるほどね、はい、そういう噂があるんだ、はい、1人で3つ入れることって可能なんですか、できはするけど、うん、いや、だから大変や、それはもう発生してるのであればあかんも、うん、なるほど、わかりました、間もなくはい、トランのお店の名前何だったの、 BC スポーツ、 BC スポーツ、ビジネスセンター通りのスポーツか、なるほど、コンティニューを書いたね、ありがとう、手と手を、手と手をつってこれね、よろしくお願いいたします、つないでおります、我々吉本芸人、沖縄吉本芸人が手と手をつないでいる、今日手をつないでいるのはこちらの方でございます、自分で自己紹介しれ、フラ、いや、すごいですね、どうも吉本沖縄育成でピン芸人の知念隆です、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします自己紹介しれ、コラコラじゃない、フラって言ったんだよ、フラって言ったんだよ、いや、どっちにしろダメですよよりきつくなってますから、よりきつくなってる、ごめんなさい、はい、ということで全力応援芸人知念でございます、はい、どこだったっけ、知念は、あ、全力応援ですか、うん、あれは、伊是名です、伊是名って、はい、伊是名村、あのね、だからすいません、毎回申し訳ないですけども、41市町村の沖縄にありますけども、はい、その41市町村に勝手に沖縄吉本芸人たちが担当を決めて、はい、で勝手に全力で応援をしていこうと、はい、そういうのを企画としてやってるんですけども、はい、僕はあの今出身読谷村なんで、読谷の全力応援芸人をさせていただいております、クーバー式です、はい、で知念隆は、はい、伊是名村なんですけども、伊是名村、はい、ね、村と僕とはですね、うん、縁もゆかりもありません、ないです、ないんですよね、 なんでなのかちょっと自分でもよく分かんないですけど、伊是名ジラーだわけ、お前、いや、伊是名ジラーですか、ちょっと縦長さ、あ、まあまあそうです、か、おも長というか、おも長、はい、いや、もう縦長さ、縦長、はい、縦長でしょ、はい、まあ、縦長でしょ、そっちの方がしっくりくるもんならば、俺最初お前見た時何と思ったと思う、何ですか、カステラって思った、いや、なんでなんですか、角張ってるじゃないですか、長崎のカステラカステラと思った最初見た言われたことないですよ、カルメラの方、お前、まあ、色黒いからちょっと、僕高校時代に1回だけ遺跡のパーツみたいって言われたことあるんですよ、うん、頭の形がなんかその異形らしくて、なるほど、まあ、あのね、異なった形をされてるんですよ、そうですそうです、異形です、異形、異形と呼ぶんですね、異形とは言わないです、いお前俺よう分かったなと思ったけど、いや、異形、よく分かりました、ね、大変だった、お前尻書いてるじゃん今、異形、なかなか回らない俺の頭も、あ、確かに なんかしっくりこないなと思った、っ、はい、まあまあそんな知念隆なんですが、はい、まずあなたの人となりをご紹介をしていただきたいなと思ってるんですが、はい、
僕は東京 NSC、5期生の、はい、もう何2000年から吉本の芸人として、はい、でその2年前ぐらいはFEC、はい、沖縄にあります FEC の事務所で芸人をまずはそこからスタートさせて、でその後15年間吉本芸人させていただいておりますが、はい、あなたは？僕はあの沖縄吉本って言いまして、はい、まあ、吉本が沖縄にできてるんですけど、そうそう、学校がね、はい、NSC と同じ沖縄の、はい、お笑いの学校がありまして、はい、そこの僕は1期生として1期生です、はい、入ってきたんですけど、うん、はい、だからなので今年で4年目ですね。4年目か、はい、そうですね、おいおい、俺もう15年やから何やねん、お前そっか12年違うんだよあなたと。そうです、だいぶ先輩です、はい、だいぶ先輩でしょ、だいぶ先輩です。お前もういよいよ俺と会っても全然緊張しなくなってる。いやいや、そんなことないです本当に。いやいや、俺まだあるの？いや、まだ全然ありますよ。それはダメな方よ俺からしたら。あ、そうなんですか。っていうかダメな方っていうか俺がムカつく方よ。いやいや、そうなんですか。いや僕は慣れてきなさいよ、いい加減そろそろ。慣れるのもいいことだと思うんですけど。いいでしょ、いいでしょ。さすがに12年も先輩っていうのとなると。いやいやいや、お前そんなん、ありがとうございました、お疲れ様です。お疲れ様です。違う、12年先輩だからとかじゃなくて、そういうところ僕気にするタイプですよ。いや、だからね、お前案外そうだよな。だけどまあそっか。いやいや、入ってきなさいよ、じゃあ別に、たまにはいいさ。たまにはですか。たまには、はい、こいつぶっこんでやろうみたいなので、はい、俺がお前、例えばお前が強めの言葉を言った時にいきなりよ、ボケとしてね、はいはい、俺の表情一回見てみて。ニヤニヤしてるから。もっとくれよ。嬉しいと思ってるわけ。違う、なんかさ、その仲良くなれてる感じがするしっていうのがあって、あ、うん、だから12年とかなんとか関係ないもん。だってステージ出たらもう笑い取ろうとして戦場なのさ。その時はゴリゴリになるでしょ、はい、あれあれあれと同じようにさ、楽屋でもそんなもん気にせんと。大丈夫ですか。舐めている舐めてないっていうの分かるから、はい、そんなん言葉とかあんなのでやらなくてもいいわけです。あ、大丈夫ですか。全然いい。ああ、うん、だからね、今日はその話をして、はい、まあお前とちょ帰り肩を組んで、はい、僕となんか、うん、久保さんが肩を組んで、そうそう、肩を組んで、はい、ミッキーとかに行ってご飯を食べれる。え、ミッキーという食堂屋さんがあるか。あ、食堂さん、うん、そこで、まあまあご飯でも食べれればいいなとは思ってるわけ。ね、そうですね、はい、うん、もうもう全然。何げんなりしてるの。いやいや、そんなことないですよ。もう脂っこくなってるの。なんか、いやそんなことないですよ。もうなんか胸焼けしてるの。いやいやいや、そういうわけじゃないですけど。そんなことしない。いや、違う違う、クーマさんが普段からそういう風に僕の方に何ですか。何や、ご飯とか行けたらいいなとか、うん、言ったことないじゃないですか。初めてでしょ。初めてです。いかんけどね。え、体ちょっと体調悪いのよ。ごほごほしてるし。いや、僕もです。あ、いや、お前も確かにちょっとゴホゴホしてるけど、はい、なんかそういう感じのトークで盛り上げつつ。どういう感じだよ。二人とも体気をつけないとなって言いながら。はい、面白くない。なんだろう。まあまあいいけど、違う、お前のまずは人となりよ。だから、あ、で、まあ、一期生というのは分かりました、はい、ね、4年目というのも、芸歴4年目というのも分かりました。ピン芸人でやってる、はい、ピン芸人1年たちでございますが、はい、まずは出身聞かせて、お前の本当はどこで育ってるの。僕は那覇の紅白ラって場所です。コアフラって、ね、ジャスコがあるところ。あ、全然違います。ジャスコあるとはオロクですね。あっちはオロク、はい、あっち那覇のオロク。那覇のオロクです。那覇市オロクって場所。ああ、そうなんだね。で、僕は俺トミグスクオロクと思ってた。え、トミグスクオロク、うん、違いますけど。久保さん、違う違いますけど。違いますのね。いや、違いますのね。いや、分からんから。あっちだけど、まあでも一応なんか、ね、コアグラ、あ、コアグラ交差点ってあるよ。あ、赤十字病院があったところ。あ、そうです、そうです。ね、あそこらへん、はい、あそこらへん今共同病院があります。あ、共同病院になってるんだ、はい、なるほど。あっちらへんか。いや、まあまあ町っちゃ町だし、だけど川がある。公園、国馬川。あ、国馬川、あ、はい、例の公園の近く。あのなんか、はいはいはい、ナイチャーが喜びそうな、はい、あっちの、僕の家の目の前ですが、そこなの。はい、そうです、そこです。あ、そうなの、はい、あの P 公園。そう、 P 公園、はい。いわゆる、はい、P 公園。なんやねん、あの P 公園、ほんとに。何なんですかね。マンピー公園よ、マンピー公園。もう行ってるじゃないですか。何やで、マンピー公園じゃないですか。腹立つわ。いや、もうマンピーの G スポットがあったから、もうサザンの、サザンの、もう何でもいいから、マンピーで、マンピーで、じゃあもうマンピーで、じゃあ。あっちのもう向かいです。あ、ほんと、は
あっち本当にあれ、ちょっとラジオのなんかあの生中継で女の人がリポートがいて、はいはい、私ただいまマンピー公園に来ております。いやいやマジっすか、うん、ただいま少しヘドロの匂いで臭くなっておりますみたいな、マングローブの茂みから臭みが出ておりますっていうのを言ってたっていうのを聞いたことあるんだけど、いやわかんないですけど、はあ、どうなんですかね、マンピー公園そんなに大丈夫、僕ら地元の人からしたらもう当たり前です、そ普通なんだよね、マンピ全然もう、うん、親とかも万平公園ちょっと行くよと、うんうん、普通でしょ、行く、それはだって地名だし、昔からのだからね、うん、当たり前のとこなんで別に悪くはないからね、それは、はい、もうそこで有名なコアグラ、もっと言えばコアグラは、うん、マックスのレイナさんの、おえ嘘、はい、えそれ公表してるの、出身、はい、行ってます、行ってます、あ本当、なんなら僕、そこの地元の小倉中っていうところの出身なんですけど、うんうん、レイナさんもそこ出身なんで、先輩なんだ、あ先輩、先輩です、なるほどね、ごめんね、俺ねレイナちゃんって言われて誰か全然出てないんだけどナナさんっている、あナナさんいます、ナナさん、ナナさんと今3人だよね、3人です、お子様を産んだ方がナナさんがナナさんじゃないですかね、あがナナさんだったと思いますけど、レイナさん、すいませんちょっとマックスの情報僕もちょっと薄々なんですけど、おい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 違うんですよ、そんなにマックス情報を固めてきてるわけじゃないんですよ、お前から持ってきたから、レイナさんがただ出身校だっていうのは入ってるしっかり、まあ、さそこはまず評価してください、あのいやいやまだよし分かった、はい、俺もキロロと一緒でキロロは後輩やった、あそうなんですか、うん、あ読みどっちが千春でどっちが綾野か分からんもん、確かにそうですよね、うん、案外そういうのってあんまなんか詳しくは分からない、分かるわ分かるわ、分かりますか、うん、分かるんですか、あんまり可愛くないのか千春やわ、いやそれダメです、分かってるわそれで、うん、それで覚えないでください、ね、すいません失礼いたしました、まあまあでじゃあ小倉で、はい、出身やっていうのは分かりました、はい、ほいでなんであれに入ろうと思ったの、その吉本ですよね、うん、なんていうんですかね、もう本当に分かりやすいと思うんですけど、何歳で入ったの結局、だから21、22になる年で入ってます、それまで何やってた、それまではもう正直、もうなんですかバイトとか契約社員とかそういう、あまあまあそんな、あんまりなんか社員正社員とかも甲冑したもの入ってないんですけど、まだちょっと夢探し中だったけどね、はい、いいそういうのも人生経験だから若いうち全然ありやわ、そうなんですけど、単純19というか高校卒業してすぐに季節労働って言って、うん、その行くじゃないですか、うん、で僕大分行くって決まってたんですよ、お大分なんですけど出発の3日前ぐらいにですね、うん、ちょうどその時期に派遣切りって流行ってたんですよ、派遣切りってあった時期があったじゃないですか、えなんで長めの刀でガサッと切られるの、刀狩り、刀狩りとかですか、辻切りって言って辻切り刀狩りって言ったらお前刀を召し上げられるやつや、トイトミーティラシュもうちょいやねん、いつもそうや、あれ今日お前やっぱちょっと調子悪いな、いつも太鼓を叩くようにお前の前帰ってくるんだけど今日ねちょこちょこずらしてくるのよ、すいません、まあ、まあちょっとなんかチューニングがちょっと微妙にずれてますね、いいよいいよ、だけど全然いいわで、それ一応その派遣切りっていうのがやってて、派遣の人はすいませんっつって一気に切られるっていう時期がちょっとあったわけだ、結構あったんですけど、うん、もろにその時期と被ったんですよ、なるほど、だけど3日やんで3日前に急に電話かかってきて、うん、すいませんそれ中止になりますって言われて、いやいやいや待ってくれって、うん、どうしてくれんのよ、うん、で一気に僕何をしたらいいか全く分からなくなったんですよ、うん、で、まあ、一応その時期、その時期というか、まあフラフラしてたんですけど、ま、それとはちょっと前の高校ぐらいの時期からそうなんですけど、うん、僕この世の中で一番面白いの自分だって勘違いしてたタイプの人間なんですよ、たまにいるじゃないですか、そういうお笑い世界入ってくることで、まあまあそれぐらい の勢いがないとダメなはずなの であれなんだけど、お前そんなタイプなの、そうそういうタイプです、お前肉食系なんだな、いやそう なんですか、趣味でネタとか書いたりとかして、いちいちその誰かに見せるとかいうわけじゃなくて、そうなんだ、はい、うん、好きで書いてて、で自分はこんだけ面白いの書けるんだぜ、うん、俺みたいなところで満足してたんですよ、なるほどなるほど、うん、なんなら自分の方が出た方が面白いからな、ぐらいまでちょっと思ってたんですけど、でもっとそれがもう極みだなと思ったのが、うん、19、20ぐらいの時にダウンタウンの松本さんが書いた遺書っていうめちゃくちゃ売れた本あるじゃないですか、あれよ200万部以上もめちゃくちゃ売れた、はい、持ってますよ僕も、はい、僕も持ってるんですけど、うん、それをその当時読みまして、うん、あこの人の考えてること俺と一緒だってぐらいの思ってたんですよ、やばいなと、ハンサムの金城さん、はい、This is the 金城さん、 金城さん、あの人は遺書を読んで、はい、全くお前と同じことを考えて芸人になったから、あ
全く一緒です。だからお前金城さんと話させるよ今度。あ、ぜひぜひ。うん、金城さん。周りの芸人はあの衣装を見て芸人になった人たちは腐る芸人って呼んでるんだけど。そうですか。FEC メンバーの中でも。うん、腐れって言ってるんですか。うん、なんでかと勘違いしてみんな右向き向きで、だからあのなんていうの、松本人志が、はい、あ作った、はい、あのモンスターたちって呼ばれてるわけ。あ、モンスターチルドレンです、はい、君たちは。でもそうそう、あ松本チルドレンです。もうそこの最終世代と見て最終世代と見ていいんじゃないですかね。まあまたそれ見て、平成に入ってなお生まれてますから、そのチルドレンが。そうか、もう本当に最終だ。でそれ見て、いやこれ自分と同じだと、はあ、もう共感しかしない。いけるよいけるよってで言ったタイミングぐらいで、ちょうど21ぐらいになった時に、うん、吉本沖縄っていう事務所が沖縄にできるって聞いたんで、なるほど、あもうこれ入らんといかんだろうぐらいに思ってたんですよ。もうなんか運命の糸に手繰り寄せられた感じがしたわけね。はい、なんで入ったんですけど、うん、入ったら入ったで、その前々からやって東京とかで活動した浦添ウィンドウっていうコンビだとか、うん、初恋クロマニオンとかがすで、はいはい、にそこに入ってきたんで、はい、でそこでネタ見せって言って作家の方にネタ見せする機会があるんですけど、うん、言ったらその前々からやってる分自分とはレベルが圧倒的に違うわけです。そりゃそうですよ、はい、お客さんにも見てもらってるから、はい、あっちは言うたらプロや、はい、それ見た時にあれ俺これ一番じゃなくねおやむむって思ったんですよ。なんでカビラなんでカビラさん入れてきた。出てきたんですよ当時。ムムムと、おちょっとこれやばいぞと思って。なるほど、目の当たりにされたわけね。同期にしかもレベル違いすぎなくねんか。なるほどなるほど、おなんですけど、当時はさらにもうとんがってまして、うん、ネタ見せとかも、うん、僕ピンでもやってなければコンビも組んでなかったのに、ネタ見せ自体も正直見学だけしてた時期も最初の方、本当に最初の時期だけちょっとあったんですよ。いや分かるよ、どんな感じでやればいいのか分からんからさ、剣に回るっていうのはあるよそれは、一番前の方に座って、うん、みんなのネタを睨みつけるように見るっていうのをずっと繰り返してた時期あったんですよ。もう気が狂ってるというか周りから見たらあいつ何しに来てるわみたいな。だから養成所時代のにみんなによく言われたんですけど、お前本当嫌いだと。で嫌われてた、僕嫌われてたんですよ。あえ言葉喋らないのに、はい、本当にネタ見せをしてネタをやってる人たちをこうなんていうのかな、すごい眼力で見てる、はい、それだけで嫌われたの？だからあの才能だよお前それ。そうなんですか。絶対そうでしょ、すごすぎる。同期の大谷由美とかは僕のことは本当に昔は嫌いだったと。ええー、でも僕も結構ななんかもうとんがり発言みたいなこと言ってましたから。ああなるほどね、はい、もう相当でしたから言ってましたんで。なるほど、はい、そうだったんだ、はい、そんな中を経て得ての今なんで。なるほどね、はい、いやちゃうね。でもう人となれ大体分かってきたんだけど、あと4分しかないわけ。あと4分だから4分もう、はい、もういいや、あれだけ言って、お化け屋敷の伊勢屋さんは大丈夫ですか。伊勢屋さんはまた今度にする。あ本当ですか。うん、また呼ぶすぐ。じゃあ一つだけ情報、うん、伊勢屋さんハブいないみたいですハブいないです。もうええわそれはもうありがとうありがとう、はい、じゃあ、はい、僕がここに来た理由としては、うん、今の現ハピナ派、はい、旧三越跡地にですね、はい、3階の方に沖縄おもろお化け屋敷っていうお化け屋敷吉本がオープンしまして、はい、この前全員キャストが芸人。そうなんですよ、はい、それでこの前開かれた、マジムンっていうお化けの役の人がいるんですけど、うん、そのマジムン人気投票っていって、うん、良かったマジムンにお客さんが1票投票するっていうキャンペーンやったんですけど、うんうんうん、そこで僕が第1位に輝きまして、はい、まあ、それのご褒美として今回番組に出てるんですけど、まあ、一応 それを兼ねてちょっとお化け屋敷 の, ちょっとキャンペーンのいろいろ告知の方したいんですけど、はい、マジムンハロウィンパーティーって言いまして、うん、今ちょっとハロウィンっぽくなってるっていうことなんですけど、うん、なんですかそのマジムンがちょっと仮装したりとか、もう言ったら、ピエロのとこの役の人がいたりとか、殿様の役の人がいたりとか、はいはい、そうだいたね、はい、そのなんかちょっと骸骨っていうか、うん、役の人とか、うん、海賊っぽい人かの人とかいるし、はい、ちょっとハロウィン仕様になってるっていう企画なんですけど、なるほど。であと他にも吉本お笑い大運動会って言って、5階の最上って言ってちょっとゲームする広場があるんですけど、うん、そこはもう本当に前のゲームの内容と結構変わりまして、うん、もう本当に何ですかパンサーさんプレゼンツとスリムクラブさんプレゼンツとか、ちょっと結構ゲームの内容ががっつり変わってますんで、どんな内容かっていうのはちょっとぜひ見に来てください。いいですね肉厚。はい、
であと水曜日はマジムーンナイトって言いまして、はい、水曜日の夜8時今日水曜日ですよあそうです、ね、今日の8時以降からは、うん、あのマジムーンの数が増えるんですなるほどってことはリピーターさんも全然楽しめますしなるほど、はい、わここにここで脅かすって思ってたのが、はい、全然違うところでもバンバン脅かされたりするから、めちゃくちゃ面白いです楽しみね、はい、俺も行ってみたいんだよな秋の割引キャンペーンって言いまして、はい、沖縄県民の方はですね、うん、ちょっと料金が安くなるんですなるほど大人が1200円のところを900円、うんはい、で学生が1000円のところを700円、うん、で小学生は沖縄県民のみならず、うん、小学生なら、お一人500円で入れますなるほど県外の方でも、はい、おっていう企画ですねはいまあ以上ですねなるほどありがとうございます、はい、ぜひそんなところ で,、はい、で1位になってるマジムンですから、はい、メガネマジムンとい う, いうはい素敵ですよだから彼に当たった時にはみんなね、はい、あラッキーって思うようにしていただければと思います、はい、で今メッセージ来ておりますよあ本当ですかね久保さんおはようございます。はじめましてかな中神様と言います。はじめまして中神様ありがとうございます。知念さんってこの間全島エーサー祭りの特番に出ていた方ですよね。あはい出ました出ました。ね出ていたね。はいよかったです。まあまあまた今からどんどん彼出てくるはずなんで、知念隆史ぜひ覚えて帰っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ただいまねエンディングもマジムノータ流れておりますので、まあ今日はね本当に、中里さんから始まり、はい、でまた知念のお話、はい、いっぱい聞けて、はい、素敵だなと思いました。はい。はい、でやっぱり今日もですねあの島全部で大きな祭のお話は全く出てきませんでした。この番組は島全部で大きな祭からスポンサーとして島全部で大きな祭実行委員会からお金もらってやってる番組なんですけど一切話せずに今日もこの辺で失礼させていただこうと思っておりますので あのいつか文句が来た時にちょっとあ文句言われたなってすぐ分かるようにしますんで皆さんね島全部で大きな祭の話しかしないっていう時期が来ると思いますのでその時に怒られたんだなと分かっていってください、はい、じゃあ今週はこの辺でこざ全部でラジオ祭空母よしきと知念隆史でしたありがとうございましたさよならさよならすみません、今日ちょっと過激な発言ばっかりしてしまいました。体調が悪いとそんな感じになると聞かれます。いつもじゃないですか。いつもじゃないですか。いつもじゃないですか。